柴田ですえー、先ほどの動画では大阪府の休業要請かかったところの支援金についてお話し,しましたけど今からのビデオは河内長野市が独自で、えー、行っている施策について申請が始まっているんでそこの申請の手順を分かりやすくご説明したいと思いますでは最後までゆっくり見ていただいて申請の対象になっている人は是非トライしてみてください まず順番にご説明します川内長野のウェブサイトこちらですね見ていただくと、えー、ここの新着情報のところに新型コロナウイルスの影響を受ける事業者の方への、えー、支援について独自の、えー、施策についてやっていますそこウェブサイトをクリックするとこういうページが出てきます、えー、大阪府の大事な要件まず対象です 休業要請の支援金の交付を受けていない方また、えー、受ける見込みがない方が対象となります分かりましたね今言っている意味大阪府の休業要請支援金の交付を受けていない方です大阪府方 <laughs> これを変ながらこっちです、えー、受ける見込みがない方が対象となりますと。また大阪府の 休業要請に従わない事業所事業者は、えー、対象外ですと当たり前ですよねでこれが受付が始まりましたという形で電子申請昨昨日、昨日から始ままってますでここで、えー、大事なことは「郵送申請や電子申請の必要書類の送付は5月7日から必要書類の送付は 5月7日から始まりますという形ですでここで注意事項です新型コロナウイルス感染症の防止の観点から窓口申請ではなく原則電子申請もしくは郵送での申請としますという形です受付期間は6月19日が終了ですよと、えー、決心は6月19日有効です 先着順ではありません急いでやらなくてもいいけどまあ、早くねスムーズにやることが大事です、えー、申請の流れですけど2つこっち側見ていただくと電子申請をご利用の方それから、えー、郵送申請のご利用の方とあります郵送申請の方は5月7日から受付ですまず簡単なのはまあ、電子申請。多分、えー、youtube とか見ていただいている方は電子申請とか簡単にできると思いますけどまずここを見ていただくという形です えー、ページ下部、えー、電子入力入力フォームがあります。ここに入力をしていただいて申請書の、えー、元に市役所に作成でこうクリックしますねで。こういうふうに入力フォームが出てきます。まずここの入力入力フォームに必要事項を書くとともに誓約書請求書をダウンロードの上必要書類とともに市役所の産業観光課に 郵送という形ですまあここはちょっと、うん、まあちょっとクラシックなんですけど、まあ、ここはもう我慢していただいて、えー、緊急事態なんで順番にやっていただくということです。意外とこの入力するの面倒くさいなっていう方もいらっしゃると思いますけどここは我慢してでまたダウンロードプリントアウトして送るという形です。誓約書で郵送にて必要書類を添付して送るという形です。書くのは、えー、所在地 事業者名、郵便箱とかまあこれは必要なも題でい分かると思うんですけど業種それからここです4月の売パ上セ50%以上減少していることが大事なんでこれが31年昨年度の売上で減少率、えー、減少率は例えば A-B これ A と B を入れるじゃないですか記入して B から A を引いてこれが減少ですよね減少してるのを B で割ると昨年の売上で割ったら何かと。 いう形です。まあこの必要なまあ自由何を書くのかわかりませんけど、早くしてくれとかね書くのかわかりませんけど、えー、その他の備考欄があります。ここ順番に行くと郵送の場合はもう一回言いますけど、五月七日です。で郵送先は、えー、産業韓国課です。で対象者ここももう必ず忘れないでやっていただきたいんですけど、河、えー、内長市内の事業所大阪府と同じですよね。大阪府は大阪府やし河内長野河内長野の市内に主たる事業所を有する。 法人または個人であるということですフリーランスで事業を営む個人は川内長野市に居住していることです確定申告を行っていることです当たり前ですけどこれ確定申告してないとダメだということですよね、えー、交付金は中小企業が25万円個人のフリーランス組は10万円という形支援の交付は一対象者一回限りです申請書請求書制 制約書、それから令和元年度十二月三十一日以前の営業を実態を確認する書類です、まあ。確定申告の写しとか、この部分ですね。それから、五、えー、番目は、三十一年度四月および令和二年度の四月の売上を確認できる書類です。でこの下にも、ここに添付書類がダウンロードできるようになってますので、このページを。 今まつを確認しながら、えー、もうスタートしているんでやっていただいたらなと思います、えー、こういう、えー、市町村独自の支援もひょっとしたら川内長の以外の方も見ていただいているかもしれませんけど独自の支援がありますこれから国の方も現金、えー、給付一律十万円の支給とかそれから持続化そういうのも出てきますそういうところにアンテナを張って 自分たちの生活を守ったり従業員を守ったり事業を継続したりするお役立てになればなと思います。それともう一つ一つ一つの書の書類ととか丁寧に書くことです帰ってきてまた面倒くさいけど、えー、訂正したりとかすることがあったりとか送る書類を間違えたりしないように一つ一つ丁寧にやっていただいたらなと思います。でもう一つあの独自の 支援がこれからまた出てくると思います例えばテナント料とか賃料とかで商売されてる方は一番大事な方は例えば固定費と言われるそれが負担になってくるあるんでまずそういうところに補助が出るかとか支援金が出るかとかそういうこともアンテナ張ってやっていただいたらなと思います知らなかったら損することって世の中ありますよねそういうふうにならないようにお願いしたいなと思いますまあ今日はゴールデンウィーク ウィークっていう形でねステイホームウィークになってますけど皆さんもね、えー、まず自宅にいていただいて大切なものを守るという形でお願いしたいなと思います、えー、長時間になりましたけど YouTube ご覧いただいてありがとうございます、えー、参考になったなと思われた方はいいねボタンよかったらチャンネル登録もよろしくお願いしますではまたお会いしましょう